今回は、抜き勾配と厚みツールについて紹介します。最初に抜き勾配について説明します。抜き勾配は金型から製品を抜き取るとき、金型に角度をつけると製品を抜き取りやすくなります。この角度を抜き勾配と言います。それでは、抜き勾配ツールを使ってみましょう。このツールを使う対象は、こちらの円柱となります。 最初に勾配を作る面をクリックし選択します。そして抜き勾配ツールを押します。すると、このようなパラメータ設定画面となります。プレビューの下には、選択した面が表示されています。こちらに勾配が作成されます。この状態で駅勾配の角度を調整してみます。 このように選択面の角度を調整することができます。今角度の変化に伴って上の面が変化していますが中立面をクリックし上の面を選択すると上の面の面積が固定され下の面が角度の変化に伴い増減します。すなわち中立面は 面積を固定したい面を表します。他のオプションとして、引き抜き方向を反転するというものがあります。これは反対方向に角度をつける場合に選択します。先ほどは下が広がるように変化していましたが、これをクリックすると、逆に細くなるように角度が変化します。それではこれで確定しましょう。次に直方体に対して、抜き勾配を適用してみます。 直方体の上面を選択し、抜き勾配ボタンを押します。するとこのように選択された面が赤色で表示されたパラメータ設定画面が表示されます。そこで角度を調整してみます。この例では、選択された面が手前に傾いていることがわかります。ここで先ほどと同じように中立面を設定してみましょう。右側面を選択します。 すると右側面が固定され、左側の面積が変化します。この場合も同じように、引き抜き方向を反転オプションをチェックすると、内側に角度をつけることができます。今、選択面が一つですが、複数の面も選択し勾配をつけることができます。選択ボタンをクリックし、このように2つの面を追加します。 この状態で角度を変化させると、3つの面を同時に勾配を変化させることができますが、中立面が右側面に設定されているので、この面だけは変化しません。そこで、この中立面を削除します。すると、このように3つの面を同時に、角度をつけることができます。次は厚みツールについて紹介します。 こちらの直方体の上面を選択し厚みツールボタンをクリックします。すると、このように直方体の内面がくり抜かれた形状が作成されます。厚みオプションを変更してみましょう。このように厚みを増やすことができます。次に有効なオプションについて説明します。こちらの接合タイプが円弧となっている状態で、 内側に向かって厚みを作成オプションを外すと、厚みは外側に向かって作成され外側にフィレットが作成されます。今外側の面には、円弧が適用されています。ここで再び内側に向かって厚みを作成オプションをチェックすると、角が直線となった形状になります。また、内側に向かって厚みを作成オプションを外した状態で、接合タイプを共通集合にすると、 厚みの角が直線となった形状に変化します。次に選択面を複数選んだ場合の状態を見てみましょう。今、選択面は上の面だけですが、ここで選択ボタンを押し他の面も追加してみます。例えばこの面を選択し、プレビューしてみます。するとこのように、手前の面も取れた状態となります。もう一つ、この面も選択してみましょう。 するとこの面も取れた状態となります。それではこれで厚みツールの操作を終了します。